はい、皆さんどうもお世話になっています、ひげまつです、6月ですね、毎回毎月、岐阜および名古屋でセミナーイベント満載ですけども、6月も満載ですので、盛りだくさんということで順次ご紹介します。まずですね、6月14日が岐阜県中小企業家同友会の、性能中支部 ですね、経営者を支援する新しいチャレンジということで、確かに時間が40分ぐらいですけど、私の方が、いろんなことを話します。何話すかは交互期待ということで、地元の経営者の方が非常にたくさん見えますので、特に経営者、経営層の方は、参加するとですね、そういった方との交流とかですね、もありますのでおすすめです。6月14日です。はい、6月17日ですが、土岐市ですね、最新端 IT を活用して収益アップということで SaaS ですねを、活用した事例ということで、主に SaaS クラウド、サイボーズの人が、講演に来ます。で、私の方は15分ばかしですね、ソフトバンク名古屋さんのご協力を願って iPhone を使ったクラウドのですね、輸送等を使った実演も、やるという形になっています。こちらの方も、ビジネスに、使う IT ですね、クラウドを使う上でどうするかということで参考になりますので、ぜひですね、ご参加いただければ幸いです。同じく17日、先ほどは昼、今度は夜ということで、同じく17日ですね、 IT でビジネスモデルを刷新しようということで、 IT で売上を作る会、IT で売上作ろう会という形でやります。こちらの方もですね、名前の出せないけどすごい人、本当にすごい。何がすごいかというと、訳が分かんないけど、もう自分でですね、目標達成とその仕組み作りをもうかっちりやってですね、今は、遊ぶかのように仕事をして優雅にですね、仕事を回してて、すごい、三河の、ね、大人物、名前を明かしてくれないということなんで明かせませんけども、とあってですね、そういう形から180度、考えひっくり返されるようにすごい、考え方の話をしていただけます。ぜひですね、そちらの方もご覧ください。はい、次、6月23日、名古屋で、中部経済新聞のですね、中継リーダーセミナーという形で町おこしと IT のコラボレーションというのをやります。で、こちらの方ですね、大名なう福岡の展示にですね、すごい、120店舗ぐらい参加して、Twitter の町おこしに参加、成功して、大名なうというのがありますが、そちらの方のですね、タカフライトさんというですね、Twitter ですけども、方をお招きして、いかにですね、その最先端の Twitter で成功している町おこしというのが、その IT と関係いかにやれるのかという話をですね、最先端の実践者の方からお話しいただくと。ということで、中小企業および、町おこし関係者には必見です。はい、次、6月25日名古屋市、ペチャクチャナイト名古屋、今まで3回やりまして、だいたい毎回ですね、200人から300人動員するというですね、イベントで、20-20というですね、20秒の、ワンコマを1コマ20秒で20コマでもう時間が実際に決まっている、で20秒でコマが動くのが決まっているというですね、という、まあ、プレゼン、ライトニングトークですね、の、イベントで、文化系から、まあ、実業系の方、もはたまた NPO の方という非常に幅広い方が参加されて、ライトニングトークで、聞かれる方もですね、非常に幅広い方が毎回200人か300人来るというすごいイベントです。今回は、名古屋工業大学名工大を舞台にですね、やるという形になっています。こちらの方もですね、名古屋の大きいイベントで、交流としてもですね、なかなか珍しい方と交流できますのでおすすめです。はい、次、犬山市、6月28日、お菓子の城、キューピートガヤをいるお菓子の城ということですね、あちらの方で城内覧会企業のツイッター活用ということで、実は8月にですね、ツイッターの家族のも遊べるですね、ツイッターユーザーのイベントをですね、やろうというお菓子の城さんであります。400人のパーティールームを使ってやると
という形の中で、ぜひですね、その参加を企業を募りたいということで、その参加して当然、ユーザーを集めた後にですね、企業はどうやってツイッターを活用するかという事例を紹介します。あとお菓子屋の城ですね、城の内覧会ということで、なかなかですね、人生の中で城を見るということですね、そんなに回数は観光に行った時がないはずですけども、犬山市お菓子の城のその施設の内覧会もやりますので、ぜひですね、そういった企業の活用&城の内覧会でぜひですね、あ、これでやったら面白いなという方は8月のですね、その大ツイッターユーザーイベントですねっていうのにも、協賛いただければと思います。はい、最後、6月29日世界の山ちゃん本丸ホール、今や、Twitter 等の IT のイベントで欠かせないホールとなってますけども、そちらの方で、Facebook の勉強会ですねやりました。で、Facebook と Twitter というのはですね、これから絶対に使い分けすべきツールです。なぜ使い分けをしなければいけないのか、使い分けをどうすればですね、その Facebook と Twitter が2つ生きるのかという点をお話します。キーポイントは人脈ですね、ということで、そちらの方も、行いますので、お願いしますということで、6月もですね、セミナーイベント関係が盛りだくさんすぎて自分でも、把握しきれないほどですけども、頑張ってやりますので、ぜひですね、ご興味あるものにはご参加くださいませということで、またどこかのセミナーイベントでお会いしましょう。それでは。